それ、あなたにぴったりの物語かもね。次はお話を選ぶのよ。頑張ってね。ジョナサンの時代から50年後、1938年、石油を掘り当て大富豪となったスピードワゴン。彼の招きによりジョセフ・ジョースターがイギリスからアメリカのニューヨークへ引っ越してきた。ジョセフはジョナサン・ジョースターの孫にあたる。彼はドイツ軍人シュトロハイムの指揮する実験施設において柱の男サンタナとの死闘を経験する。ジョセフの活躍によりサンタナによる世界滅亡の危機は回避できたかに思われた。だがその後、スピードワゴン財団の調査により柱の男が他に3人いるという衝撃の事実が判明するのだった。ハトと女の子。無理だね。お前の波紋ではこの女の子にさえ勝てやせん。ならばてめえはこの鳩にさえ勝てやしねえぜ。ファイナルラウンドファイト。スーパーフラッカーボラン打ち砕いてやるぜ。スーパーフラッカーボラン分かんない。スーパーフラッカーボラン宣戦布告だぜ。デモールド必殺オラすぐやらえ必殺オラくらえグーでさあクラッカーボラーなんてと言うぜ。てめえは鳩にさえ勝てねえのさ。時時計。人をバカにしたてめえの態度、文字通り打ち砕いてやるぜ。必死になってかかってこい。ラウンドワン、ファイト。フォースアタック。スリア、おっさくらえ。クソ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 な、クラッカーボラー、何にやついてんだって。線をぶっ飛ばす。リモールド、そうだ。おっ、この野郎、フラッカーボラン、何にやついてんだ。くそ、おお、そっと、スルーク、フラッカーボラン、何にやついてんだ。宣戦布告だぜ。デモールド、スルーク、おっさ、線をぶっ飛ばす。なんだ、なんだ、さあ、ひかぜのもう、スルーク、スリム、クッフ、クラエ、グーデ、クソ、線をぶっ飛ばす、クラッカーボライ、タックルの野郎、俺がきちっとやっつけてやる、なんだ、な、うわ、な、スリム、スリム、スリム、スクラエ、スリム、スリム、どうだ。
すげえだろ。ラウンドファイト。線をぶっ飛ばす。スコイッカー。遅っ。スラック。遅っ。クラッカーボラ。打ち砕いてやる。無知や。ナチ。スラック。よっしゃ。宣戦布告だぜ。スラック。デモロイド。線をぶっ飛ばす。そうだ。線をぶっ飛ばす。ファイナルモード本決戦。おおおお。おお。で話の手品だ。ブラッカーボライ。アモンオーバードライブのビート。打ち砕いてやるぜ。シンボルト。元々こういう傲慢な野郎がどうしても許せねえタチなんだ。エシディシの不気味。もう突き止め追ってきたのか。エイジャの石石をリサリサが持っているということ。ほう、鋭いいい目をするようになったな。だがそのような眼差しを持つ者が俺に会ったとき、そいつは早死にする。ラウンドワン、ファイト。絶望の声を聞かせ。線をぶっ飛ばす。ぶちまけてやる。スリッククラッカーボライ。ノカッツスリッククライ。オラッカー。線をぶっ飛ばす。スリッククライ。すでにオラッカー。線をぶっ飛ばす。ぶちまけてくれるぜ。スリッククライ。マリーだ。さっきさ、おお、ぶちのめしてくれるぜ。おお、ぶちのめしてくれるぜ。こうぶちのめしてくれるぜ。おお、ぶちのめし。火炎脳のモード、絶望の声を聞く。火炎脳大戦国のぶちのめしてくれるぜ。すでに見かかっているぜ。火炎脳大戦国すれっと。どうだ、すげえだろ。ラウンド逃げ回れるか。かかる線をぶっ飛ばす。すでに見切っているぜ。なあ、絶望の声を聞く。なかなったか。ハッピーウレディーヨロップに。これは何。絶望の声を受け。クラッカーボライ。うっ。マリーだ。さっき。クラッカーボライ。何にやつけたってね。クラッカーボライ。クラッカーボライ。宣戦布告だぜ。火炎の大砂漠のモード、絶望の声くらえ。すでに見切っているぜ。なに、なに、すりゃすりゃ、フラッカーボラ、すでに見切っているぜ。よっくっ。
殺して得たそのパワーのほとばしりとともに、ゼペリの魂。俺の精神テンションは今、貧民時代に戻っている。父が貴様らの罠に殺されたあの当時にだ。冷酷、残忍、その俺が貴様を倒す。いいだろう。まずこのワムーに殺される資格はある。ワン、ファイト。抜くな。何くしゃ終わりだ。シャボンレッド終わりだ。セラッケン、セラッケン、こいつをシャボンバリア、クラッケン、田舎へ帰りな。イサリサ先生の訓練効果は素晴らしい。ラウンド、ファイト。ハモンのスパーク、クラッケン、シャボンレッド。冷酷、残忍、その俺が貴様を倒す。終わりだ。無呼吸ができない。なんだ、風つけ。シャボンレジャー、何くらえ。シャボンバリア、くらって田舎へ。終わりだ。くらえ、シャボンレンズ。はーっと、シャボンレンズ。風のプロテクターはまるで換気扇よ。身を守るどころか逆に俺のシャボンを吸い込んでいったな。風に帰る戦士。一緒に戦ってくれ、シーザー。俺は貴様の素晴らしいナイスファイトを期待するぞ、ジョジョ。ラウンドワン、ファイト。そうか、フォースだ。風の王、シャー、ブラッカーボラー。どけどけ、踏みつぶされても知らんぞ。なに、シャー、ブラッカー、もうかしら。なに、シャッブラッカーボーイ、シャッ
クラッカーボラ打ち砕いてやる。せいや、くらえ。うっと、しょうらしょうらくらえ。ゴーだ。ワムなにか。よっしゃ。家族そりゃ、よっしゃ。せんをくらだ。なんでか。よっしゃ。しょうらくらえ。くらえ。俺がきちっとやっつけてやる。うそりゃ勝利でこの柱をよくやったかおさくらえ。なくるおさくらえくそよくやなくるおさ宣戦布告だぜ。しーてをくらえおさくおさく宣戦布告だぜ。どうだ、すげえだろ。ラウンド2ファイト。ショーパンスラッカーボラーだ。ハッピーウレピーよろぴくねー。むっせっそりゃハッよっもぐよっくらえゴーショーラッカモンショーラッまず、なぎでしろなくなるせんふぅせんをぶっ飛ばすおーぶちのめしかきでくそなくなるゴーでおせショーラッカモンうんふぅいばらっフラッカーボラーだったゴーでショーラッせんフラーだだ風の猛毒ショータッハラナジュショータッハラオサグラお見通しなんだよ。フラッシュ騙しの手品だ。フラッカーボライカモンオーバードライブのビート打ち砕いてやるぜ。ゲラボルトシャリ上がれタイヤワンブリーム貴様は戦士としてはすごかった。だが俺にはシーザーという強い味方が最後までついていたのさ。リサリサ、ジョジョをつなぐ絆。根性は畑に捨てられカビが生えてハエも宝でカボチャみてえに腐り切ってやがるぜ。このカーズはこのようにゆっくり近づき花を摘むように貴様の命を刈り取るまで。ラウンドワンファイト。クッカーズ何俺がきちっとやっつけてやる。これを壁面に。うわっうわっクラッカーボラー打ち砕いてやる。し勝てばよかろうなのだ。
つけてやろう。切り替えのタグ。うわっ、大してもらった。ミロット壁面に立たしつく。いいか、ミロット勝てばよかろうなのか。勝てばよかろうなのだ。壁面に立たしつく。ブラッカーボーイ、俺の勝ちね。ラウンド2ファイト。壁面に叩きつけてやろう。なに、そら足をサーベル、そらノック、ブラッカーボーラー、何にやついてんだって。ノック、大したことブラッカーボーラー。分かんない。壁面に叩きつけてやろう。なに、そら、なに、ブラッカーボーラー、分かんない。そら足を、なに、ブラッカーボーラー。よっ、そら、そら、うお、線をぶっ飛び、足をサーベル、スッ、うわぁ、切り一息つける、宣戦布告だぜ。そら、切り刻んでやろう。ゴーで勝てばよかろうなのだ。エイジャの積石を、うわぁ、もらった貴様、くらえ、うわぁ、今のが最後の波紋だ。超生物の誕生。たった一つだけ策はある。ジョジョ、貴様だけはどうしても今殺さなくてはならない。ラウンド1ファイト。新しい誕生祝いだ。くっくっ、線をぶっ飛ばす。ゆっくりと取り殺してくれるわ。うわっ、そら、うわっ、ブラッカーボーラー、バカな、ブラッカーボーラー、何にやついてんだって。うわっ、あがきよって、イスだ、ゴーブルだ、にしゃー、くらえ、宣戦布告だぜ。ぶっ食わすほど、なに、俺がきちっとやっつけてやる。デモンスター、くらえ、キラニアだ、ブラッカーボーラー、何にやついてんだって。デモンスター、俺の勝ちね。ラウンド2ファイト。くらえ、ゴーブス、どこにおけ、踏みつぶされても知らんぞ。ゆっくりと取り殺してくれる。そうだ、波紋だよ。ゆっくりだ、うわっ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 、宣戦布告だぜ。うわっ、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 ハッピーウレピーよろぴくねー。あが、そうだ、タッグのタグ、うわタッグ、なに、すぐもし、ゆっくりと取り、すら、すら、逃げられる、ブラッカーボーラー、何について宣戦布告だぜ。うわぁ、逃げるんだよ。
超生物カーズを倒すためジョセフは戦闘機に乗り込んでイタリアのボルガノ島火山に向かった。だが彼はカーズの追撃により重傷を負い、さらに噴火に巻き込まれてしまう。この呼吸法だ。波紋使いの貴様を死という暗黒の淵に突き落とす儀式には、無限の谷底へ溶けて流れ落ちろ。何？石石？石石は波紋増幅器だった。鳥に変身して逃れてやる。なっ、さすが地球のエネルギー、ものすごいスピード。だから俺のさっき切断された手が飛ばされ突き刺さったか。そうカーズ、貴様はこれも計算のうちか、ジョジョ。という、これも計算のう、当たり前だぜ。このジョジョは何から何まで計算づくだぜ。本当は違うけど、カーズが悔しがるならこう言ってやるぜ。ケイ。しかしその噴火のエネルギーを利用し、カーズを大気圏外へ追放することに成功した。カーズは二度と地球へは戻れなかった。鉱物と生物の中間の生命体となり、永遠に宇宙空間をさまようのだ。そして死にたいと思っても死ねないので、そのうちカーズは考えるのをやめた。一方、死んだと思われていたジョセフは奇跡の生還を果たし、リサリサの召使いスージー Q と夫婦になって皆の前に姿を現すのだった。そして時代は流れる、世代は交代する。ジョジョは